this, amigo?
ビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分
よ、そんな。やりましたね。今回の戦闘報酬です。